ほう、早速メジャーピースを動かすとは。いいのかい？まだゲームは始まったばかりだぜ。茶番に牽制などいらぬ。貴様の番だ。さっさと打て。この方向は打天使の手法ケルブ。あれがバブさんの揃えた駒ってわけか。だがアバターの材料だったはずだけど。虚無の力だ。無数のコアを宿すアバターはカナンの地にて滅ぼされたが、その残滓を我が身に取り込んだのだ。そして破損を免れた幾ばくかのコアを自由に受肉させることが可能となった。虚無の力？自由に受肉させる？なるほど。つまり疑似的な召喚。バブさんのコアを媒介させたのか。だがアバターの贄となった獣の精神はあの果てなき破壊衝動に染まっている。故にわずかな個体を除き、その場で破壊を続ける他に自我はない。ふん、まあ戦力は戦力だ。贅沢を言える状況でもないさ。だがバブさんは平気なのかい？体に相当負荷がかかってるんだろ？貴様が世の心配だと？力の加減値でも探っているのか？興味だよ。破壊衝動というのはどんなものかとね。褒めてやる。かわせねば我はとて塵になっていたぞ。その力はアバターにまつわるものか？こたびも奴らの指示で動いておるのか？完全に自我が崩壊している。身も心も傀儡となり果てたか。いいだろう。打天使といえども同胞には変わりない。せめて楽に終わらせてやる。安らかに滅びよ。後で貴様をもて遊んだ連中も。再生だと？一瞬で傷がかき消えるとは。アバターの特性も備えていたか。こしゃくな。だが所詮は奴の副産物に過ぎぬはず。故にわらわもなすことは変わらぬ。何度でも叩き込んでやるぞ。
今度は堕天使の先兵エグリゴリか。この異常な機動力を、こやつらもアバターの眷属か。邪魔だ、離せ。させるか。貴様たちは間に合ったか。形勢逆転だ。天使と人間の連合として改めて堕天使殲滅の火蓋を切る。